お嬢様、お供できなくて残念です。ジーヤはパチンコ中毒ゆえ日本にとどまらざるを得ないのです。ロスでもお元気で。お嬢様、向こうで喧嘩を売られたら一本拳で正中線をこづいてやりなさい。SNK からな、画廊伝説って格闘ゲームが出るんだよ。スト2があんなに流行ったからまた格闘ゲームが出てくるとは思ってたんだ。俺の予想だとこれからゲーセンが盛り上がってくるぜ。俺たちが想像もつかないようなものがどんどん出てくると思うんだ。こんな時に海外に行くなんて残念すぎるぜ。俺も張り合いが持てるやつがいなくなるのかと思うと寂しくてしょうがねえ。お前、何か贈り物をってお袋から1000円もらったんだ。でもここへ来るとき電車賃で使っちまった。帰りも考えると結局お前には何も買えねえ。これな、お前と一緒に行ったゲーセン、ガシャドクロのクレーンゲームで取ったんだ。母の日にでもお袋にやろうと財布に忍ばせてあったんだよ。これこの世のものじゃないかもしれないし、いろいろな意味で気色悪いかもしれねえけど、今お前にあげれるもんはこれしかねえ。もらってくれるか。投げハメに頼らないくらいガイルを強化しねえとな。次会った時互角に戦えるように。